私、吉川勝夫と言います。もう植木屋して18からもう55年になります。今年でね、はい、もうこの仕事が好きでね、辞められないんです。どんなことがあってもね、死ぬまで植木屋でいたいなと思ってます。はい。やっぱり自分の感覚で好きなように図面も何もないですし、自分が思うような庭を場所場所によって変わりますのでね、一つと一つ同じものを作らないですよ。やっぱり土地の広さとか環境が違うから、全くもう、まあ、晴れ日本で一つぐらいの一つ一つがそうやと思います。同じものを作れないです、こういう大工さんみたいにね。まあ、そういう楽しみはありますね。人が真似できないという、そうです。のこぎりとハサミもうこの2つだったらもう世界中回って仕事ができます。ガーデナーできます。では、ハイゴケっていう苔です。ハイゴケっていう苔です。環境の悪いところでも結構育つもんでね。スギゴケはまた難しいんですけど、苔はやっぱ庭にとって大事なもんですね。もうどんな庭でも苔さえ張れば仕上がるという本当のところ。やっぱり庭って作った時よりも後のメンテナンスが一番大事でね、もうそのメンテナンスが悪かったらもう庭が死んでしまいますもんね。坪庭って本当に狭い空間でね、スペース的に狭い空間の中でどうそういうお客さんのその和みさ、これも坪庭もやっぱり個人の庭とまたね違うかもしれませんけども、やっぱり家の中にあるもんで、そのお風呂場かとか部屋から眺めてホッとするような庭が一番いいかなと思います。はい、やっぱりお寺でもね、大徳寺の中の禅宗のお寺とかはいいですね。お金もかけてますのでね、神社よりお寺の方が私ら勉強にはなりますね、見たら、はい、凝縮されてますのでね、禅宗の庭は特にね、はい、神的なものが入ってるみたいなんでね、
あの龍安寺とかああいうね大徳寺 の、 たあの大仙院とかね、私が好きな庭は そんなとこですけど、はいはい、そうやっぱ完成した時ですね、自分の思うような庭が作れた時が一番嬉しいですけども、なかなか 100% あのそんな満足するような庭もなかなか作れないんですね、まだほんまに自分の気持ちの中でもまだ1年に1回あるかないかはい。ありがたいことですよ、自分の好きな庭を作らせてもらって楽しみができてずっと続いてます。やめたいと思ったことがないです、本当に、はい、Make your stay a memorable experience. With matcha inns and hotels, you can stay in a traditional Japanese-style accommodation during your next trip in Japan. Rather than tearing down a piece of history, matcha inns and hotels renovates Japan's traditional wooden architecture, known as machiya, and transforms them into accommodations. Choose from over 70 private Japanese house rentals and boutique hotels. For more details, please take a look at the official matcha inns and hotels website.